皆さんこんにちは、高島かほです。今大木シネマアートにて熱血紅白にょくんの記者会見を終えてきました。このドラマは9月13日金曜日から放送するんですけども、私はヒロインの美佐子役として出演させていただいております。連続ドラマ初挑戦ということで、すごく緊張しましたし、とても勉強になる素敵な現場でした。ドラマの方はコメディーですごく面白くなっておりますので、ぜひ皆さん見てください。またね。